第二次世界大戦ヨーロッパ戦勝記念日群衆に V サインを掲げるチャーチル首相ヨーロッパ戦勝記念日は第二次世界大戦において連合国がドイツを降伏させた日としてヨーロッパにおける勝利を記念する日である。英米物など大半の連合国では V デートも呼ばれる日で5月8日にあたる。ただしロシアなど旧ソ連諸国では5月9日を大祖国。 戦争戦勝記念日とする。カールスホルストで調印されたドイツ軍の降伏文書。1945年5月7日午前2時41分、フランスシャンパーニュ地方のランスにあった、連合国遠征軍最高司令部で、フレンスブルク政府のカールデーニッツ元帥から降伏の権限を受けたドイツ国防軍作戦部長、アルフレート・ヨードル大将が、 連合国軍司令長官ドワイト・ D ・アイゼンハワー、元帥とドイツの降伏文書に調印した。文書での停戦発行時刻は中央ヨーロッパ時間で5月8日23時1分となっていた。文書にはソ連軍代表のイワンス・スロパロフ代表が承認として署名している。正式な降伏文書調印はここで成立した。イギリスは 当時にしヨーロッパ夏時間をとっていたため、停戦時刻は5月9日零時1分に当たる。しかし連合国側は、第一次世界大戦のベルサイユ条約が、ドイツ国民に受け入れられず、背後の位置付き伝説を生み出して、ナチ党の対等を招いたことを繰り返す、可能性を感じていた。このため連合国は、戦場での降伏文書に、だけでは足らず、批准文書が必要であると考えた。 この調印を行う人物は、陸海空軍3軍の最高指揮権を持つ人物、ドイツ国防軍最高司令部長官、ビルヘルム・カイテル元帥でなければならないと考えられていた。ソ連側は調印式にアイゼンハワー元帥の参加を要請したが、代わりに副司令官でイギリスのアーサー・テッター元帥を派遣した。5月8日、ベルリン市内のカールスホルストに置かれた赤軍司令部に、 書いてる元帥らドイツ代表が到着した。調印式は同日正午過ぎに予定されていたが、夜半までずれ込んだ。これは、調印文書をロシア語分けするのに時間がかかったという、技術的理由があったからという説と、連合軍側商人として参加する予定だった、フランスのジャン・ドラトルド・タシニー大将が正式代表として、調印に参加することを要求したためであったという説がある。 後者の説では、承認の署名欄を代表のすぐ下にして、準代表としての形を整えることで、ドラトルも承諾したとされる。停戦時刻を過ぎた午後11時から、赤軍のゲオルギー・ジューコフ元帥とテッター元帥、そしてドイツ国防軍のビルヘルム・カイテル元帥が、幸福文書に調印した。連合軍側承認としては、ドラトル将軍のほか、アメリカのカール・スパーツ殉将が副所している。 調印時刻はベルリン時間5月9日午前0時15分だった。ただしヨーロッパで完全に戦闘が終結したのはプラハの戦いが終結した5月11日のことだった。バッキンガム宮殿のバルコニーに立つ英国王一家とチャーチル1945年5月8日、各地で大規模な祝典が開催された。特にロンドンでは盛大で、この後も数年間にわたり、 食料や衣服の配給が続いた厳しい経済環境の中、100万人以上の群衆がカーニバルのような雰囲気の中で欧州戦線の終わりを祝った。トラファルガー広場からザマルを経て、バッキンガム宮殿に至る地域は群衆で埋まりイギリス国王ジョージ6世とエリザベス王妃、イギリス首相ウィンストン・チャーチルが宮殿バルコニーから人々に手を振った。この時、 エリザベス王女とマーガレット王女は、ロンドンの群衆の中へ入って、人々と共に祝うことを許された。アメリカ合衆国では、ハリー・エストルーマン大統領の61歳の誕生日だった。トルーマン大統領は、この勝利を大戦のほとんどを指揮したものの1ヶ月弱前の4月12日に、死去した子フランクリン・ルーズベルト前大統領に捧げる、胸を語った。この日、 前大統領の30日間のものため、国旗はまだ半旗であった。調印時刻のベルリン時間5月9日午前0時15分は、モスクワ夏時間では5月9日午前2時15分であった。このため、ロシアをはじめカザフスタン、ベラルーシなど多くの旧ソ連諸国では5月9日が、対独戦勝記念日となっている。ソ連、びロシアはじめ旧ソ連諸国では、毎年ごとに、 大祖国戦争の勝利を祝う軍事パレードなど、大々的な記念行事が催されている。1945年5月8日までに、ドイツの南部を除く大半は連合国軍に占領されていた。占領地ではすでにナチ体制は崩壊し、市民は占領下の生活を受け入れ、あるいはソ連軍などから逃れての逃避行の途上にあった。それゆえ、 5月8日自体は、ほとんどのドイツ人にとって、急激な変化の日とは受け止められなかった。後年、ドイツ連邦共和国はこの日を、第二次大戦終戦の日と呼称している。ドイツでは、第二次世界大戦で、終戦は、シュトンダヌルであると認識される動きが強く、敗北より、解放、引いては再建の始まりであると認識されている。しかし、年月の経過に伴って、 認識は変わり、西ドイツ大統領、リヒャルト・フォン・バイズ・ゼッカーは、1985年5月8日の終戦40周年記念日に、アレノの40年という演説を行い、5月8日を、ナチ体制からの解放の日と呼んだ。2005年の終戦60周年記念日には、ホルスト・ケーラー大統領が、連邦議会での演説では初めて、戦闘で戦死したドイツ軍将兵。 連合軍の空襲で死亡した一般市民にも言及し、彼らもナチズムと戦争の被害者と述べ、追悼の意を表した。連合国軍はドイツ降伏後も日本との戦争を続けたが、イギリスでの1945年8月15日未明、アメリカでの8月14日、日本政府はポツダム宣言受託を国民へ知らせた。そして、 1945年9月2日に日本政府は幸福文書に調印し第二次世界大戦は終結した。日本ではポツダム宣言受諾を国民へ知らせた玉音放送の日である8月15日が終戦の日と受け止められている。一方、連合国では日本政府が幸福文書に調印した9月2日が対日戦勝記念日 VJD と呼ばれている。ただし、 連合国の内ソビエト連邦と中国、冷戦時代の東側諸国では、翌日の9月3日が対日戦勝記念日となっている。ありがとうございます。